Thank you.
ドリームスターズ、東京都の県知事や都知事の声が寄せられています。全国の
Okay.
縄工業高校専門学校のプレゼン担当の皆様、マイクロソフトの講義に続き11時30分より本部会を行います。11時15分までに舞台裏をお集めください。国立沖縄工業高等専門学校のプレゼン担当の皆様、マイクロソフトの講義に続き11時30分より本部会を行います。11時15分までに舞台裏をお集めください。ご会場の皆様へご案内申し上げます。この後10時30分より本部会においてマイクロソフト様によりますドリームスパークで今日から君もエンジニアだと題しての講演会がございます。全国の中高生のクリエイティをご紹介しますので、どうぞ具体的にお取り組みをご案内いたします。この後10時30分より本部会においてマイクロソフト様によりますドリームスパークで今日から君もエンジニアだと題しての講演会がございます。全国の中高生の取り組みをご紹介しますので、どうぞ具体的にお集まりいただきますようご案内申し上げます。会場の皆様へご案内申し上げます。11時30分に国立沖縄高等工業専門学校の皆様によります、ロボットのデモンストレーションが中央線で開催されます。一昨年全国で優勝した経験のある学生ですので、どうぞご覧ください。11時30分に国立沖縄工業高等専門学校の皆様によるロボコンのデモンストレーションが中央線で開催されます。一昨年全国で優勝した経験のある学校ですので、どうぞご覧ください。
マイクロソフト様による講演を行います。皆様どうぞお席の方でご準備ください。本日の講演内容はドリームスパークの開発環境を活用して開発・制作された全国の中高生の事例紹介を伺っております。興味深いお話が伺えそうです。それでは当社をご紹介いたします。マイクロソフト株式会社デベロッパープラットフォーム統括本部 UX テクノロジー推進部デベロッパーエヴァンジェリスト太田博さんです。皆さんこんにちは。それではどうぞよろしくお願いします。マイクロソフト、2月1日に社会になりました日本マイクロソフトが日本に住みました。で、日本マイクロソフトのデベロッパーのプラットフォーム統括本部
しますということを意識しています。で、まあ、とはいってもですね、なんかよくわからないということで、昨日もちょっとお見せしたんですけども、マイクロソフトが全世界とかで見れば、2019年ですが、あと8年後ですね、マイクロソフト、IT がどうなっているかっていうのを、ちょっとビデオでお見せしたいと思います。で、せっかくなので、ウィンドウズワードということで、昨日はウィンドウズメディアプレイヤーでこれを実演しましたけれども、今日はドリームスパークでみたいな話なので、ビジュアルスタジオでのプログラムで、これ、ビデオを実演したいと思います。で、これはですね、今、Windows で設定系、PC 系の、アプリケーションを作るときは GUI の標準なんですね、WPF の標準です。で、これにね、メディアエレメントっていうことで、ここに WPF、ビデオのファイルが記述されているプロセスを紹介してほしいと思います。で、今はですね、何を映ってるんですが、ボタンを押すと、ビデオが開き始めるようになっています。押してみましょう。これは、インドとヨーロッパのアメリカで、遠隔地でね、ガラスを挟んで、ナチュラルデザインなんですけど、買い物をして、コミュニケーションをしているようです。で、お辞儀式、デジタル、これがプロ
イベントの名刺で、で会社の会社名刺ホームページで拝見した人が来たことがあるんですか。これがどういうこと。こちら事務所の方です。うるま市人文課の。これでも大丈夫かな。はい、私も地元なんですよ。まあ、すぐのことに知ってますけど、元のアゲナの、あ、そうなんだ。はい、西川アゲナです。僕ともよろしくお願いします
セットを持ってきています。で受付にですね、脱税書を提示していただければ、これから1年、最新版になります。これ1年経ったら使えるだけということです。最新版を1年間にこうダウンロードできて使えるっていう DVD をですね、持ってきていますので、よろしくお願いします。ドリンクサービス、これも始めて2、3年、3年ぐらいですね。で、お客様で、いろんなところで、学校が毎日の契約をして、学校の授業で、ただ学校で使った、全部が使えた授業で、ドリンクサービスを使っていただけるそういうライセンスもあるんですけど、学校の中ですが、ドリンクサービスは、これは皆さん個人で言います、家での利用していて、それから、もう、お客様で、3年間のかなりの数で、これだけの量を使っている。で、これはもう、あるんですね。ただ、去年はね、
Xbox のアプリケーションをゲームデザイナーで作って、全世界に向けて発信。それから、先ほどのクラウド時代ですね、ネットワークのサーバーのアプリケーション、それからサーバーと連携して動くプログラム、それからサーバーの方に利用者を設置して、次で開発するというようなテクノロジーというのが非常に大事です。ということで、サーバー、エンタサーバーの方にも消滅されるというものが入っています。あとはロボティクススタジオ、これはロボティクスですね。動きを制御するようなテクノロジーというものが多分分かるんですけど、これらを使うとですね、多分ここでこう、展示されているものが聞こえるのが、これで考えられるかと思います。で、ドリームスパークの活用例ということで、自主研究ですね。あとは、サンプル活動ですか。エクスペッションで本当に、ね、簡単に、アプリケーションとか、アニメーションとか、素敵な UI とか、例えばアドビーアストレーターとか、いろいろなデザインが必要ですね。特に日本で構成するようになりますので、あと自宅で、サンデープログラムとか、そこで、ありがとうございます。
Thank you.
を、これ別の星に持ってきて、これを読み取るというのもあるんです。バインディングエレメントが書いていますけども、バイスライダーで、数学バリューだよって言われる人がいないですね。バイスライダー、バイスライダーってこのスライダー、このスライダーがこう動くやつが、これがあります。で、この値をテキストにバインドしますよって言われます。で、これで動かしてみると、動かしているところスライダーの値が連動しているんですね。簡単に、この UI を連動させて、このままで、ちょっとこれ、
サインをしてですから、これを起動してあとはこれをマーケットプレイスで
的に開発してるのこれオープンソースのウェブで、さっきの WPS のサブサイトっていう CCR とかアプリケーションのってるから、それもちょっと
今日最新版の国内クレーム4というのが記載しています。でこちらはですね、こう手でバーッとサンドアップが何かいろんなものを用意しますけども、PC もそうだし、ウェブもそうだし、クラウドもそうだし、こういうスマートフォンもそうですし、あとは、こういうデバイス、こう全てこうやってます。で同じ位置で出てくる。これは何かマイクロソフトのテクノロジー以外では関係ない強みかなと。でこれからも狙えるということで、中学生と高校生でプログラミングを始めて世界に向けてるとなると今の時代早いすぎるということはないのかというか、もうあなたの皆さんニュースを聞いているんですね。なんかこう最近になってね、で、マイクロソフトから見ても実は日本の市場が一番面白いで、今マイクロソフトの市場が一番面白いWindows 7 PC。
れと一緒に作れるスケールと、いろんなことで、あとは、弊社がウィンドウズ Azure のクライアントのプラットフォーム、これも、お金で生まれたんですけれども、またまた同じ会社に使っているという感じです。だから、このクライアントっていう PC とか、スマートフォンとか、例えばデバイスとか、ネットワークのサービスを連携させて、こういったものを枠さんのようなラボスで使っていただきたい。で、私もいろいろこういったところで応援するんですけども、まあ、こういうやったもんだしませんかというふうに言われています。先ほどのがツイッターでパッと作り上がって、それが結構多いですよ。
リアルライブというものを用意したいなと思います。ということで、私のコメントはちょっとね、中学生の人間の世界の位置でデビューの話だったんですけど、実は違った話になってしまいましたが、ぜひですね、大谷様、ご講演誠にありがとうございました。皆様、今一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ご来場の皆様にご連絡をいたします。沖縄500-478の日産ファニー、シルバーの日産ファニーのお客様がいらっしゃいましたが、ライトが点灯したままでございます。沖縄500-478、シルバーの日産ファニーをお客様がいらっしゃいましたが、ライトが点灯していたということで、会場のお客様へご案内いたします。今、本公演が終わりました内藤所様の DVD 関連、スペース関連の設定の方は、会場入口の方で行っていますので、学生さんの方、200大臣の方の持ってきた方が十分あったりします。Thank you.